こんにちはアリスです今日はパワースポット平の正門の首塚を紹介します大手町の駅からすぐそばのオフィス街の真ん中にありますちょっとわかりづらいところにあるようですが先ほどの看板を見つけられればすぐたどり着けると思いますこの場所は神田明神が元々あった場所でありさらに歌舞伎の演目の仙台萩 というお話の週末の場所になったところでもあります。そのような看板がこちらにね、立っています。そしてこの奥にあるのが平の正門の首塚です。平の正門は平安時代の豪族で関東地方で武芸に秀でており、また弱い者の,の代弁者ということで大変な人気があり、自らを新王、 新しい天皇と名乗るほどの勢力を持っていましたが結局これは無本と捉えられ処刑されさらし首になってしまいますが首だけは京都から飛んで帰ってきたということで周りにカエルの置物がたくさんありますがこれらは左遷されたサラリーマンなどが元の会社に無事帰れるようにという願いを込めて備えているものだそうです。 角の首塚、すごいところでした。アリスがお送りしました。